皆さんこんにちは。ロンドンからまたタワーブリッジの下からお届けします。コインクラブジャパンやっていこうかなと思うんですけど、あ、もう今ジム帰りで、もうね足パンパンでやばい。もうなんか今日攻められて、トレーナーにもうガタガタなんですけど、このガタガタな足を体をに鞭を打って、さらに今からマーケットアップデートやっていこうと思います。しかしなんかロンドンはやたらと曇ってるって言うじゃないですか。あのね、ガチです。ではでは早速ね、ちょっともう今こんな感じだからね、あの普通にこのベンチにこれパソコン置いて即席で作ってるんだけど、 OK、 マーケットちょっとアップデートやっていきましょうかね。あとニュースで、まあ、あの昨日ちょっとビットコインがやたらとボーンと落ちたので、まあ、その話を今日しようかなと思って、まあ、3万4万ドル切ったみたいなところがあってまた戻ったんだけどね、もうみんなヒヤヒヤしたでしょ、まあ、そんな話をしていくのと、まあ、イーサリアムとかはまあまあぐずってる感じだよね。まあ、ただ今年、まあ、かなりこう今バーニングもされてきてるんで、長期的に見たらね、全然もこうデフレ資産としての立場っていうのはこう確固たるものになってきてるんじゃないかなと思ってるし、あの人によっては本気でこのマーケットキャップ自体がフリップするみたいなことを言ってる人もいるんですよ、ビットコインを抜いてね。まあ、それって結構 NFT とか、まあ、いろんな、まあ、ボリュームがどれだけ出てくるかによるかなっていう気もしてて、っていう、まあ、あとイース 2.0 でそこの、まあ、NFT の話も今日はちょっと、ね、やっていこうかなと思うわ。はい、寒今日外。はい、であとは BNB も、あれだね、まあ、ちょうどって上がってると BNB 見ました。BNB のバイナンスの、まあ、一応表だったオーナーとして知られている CG さんっているんですけど、本当のオーナーは実は CG さんじゃ全然なくて、ただ顔の人なんですけど、 CG さんって、で CG さんでももう90何ビリオンドルとか個人資産があるらしくって、なんかなんかそのクリプトの中で多分一番金持ちなんじゃないかな、資産としてはらしいですよ。なのですごいですよね。で、まあソラーナもまあ調子良かったんだけど、最近すごいやっぱなんかトランザクション詰まったりとか、なんか使い物にならない的な雰囲気が出てきてるじゃないですか。だからちょっとなんか勢い止まってるなって気はする。であとちょっと触れていくとカルダノだよね。なんかやっぱこうすげえ盛り上がってない感があるじゃないですか。まあ日本ってすごいファンがあると思うんだけど、もともと去年とか動画でいやカルダノ来るでしょって散々言ったのにもかかわらず来てないですよね。でなんで来るかとそもそも思ったかというと、そのDEXとかスマートコントラクトが実装されていろんなアプリが来ると思ったんだよね。で DEX とかが来ると供給ショックっていうのが起きるんですよ。そのサプライショックみたいな、要は例えば DEX とかが発生するとそこに、まあ、いろんなこうトークン、そのカルダノのエーダがロックされますと。でってなると供給からこう取られるみたいなことがあって、で価格が上がりやすくなるんですよね。これ前とかもそうだけど、バイナンスの時もパンケーキスワップとかいろいろ出た時にいきなり価格ガンと上がったりしたんですよね。だから同じこと起きるのかなと思ったけど、まあ起きてないというか、そもそもダップが出てきてない的な感じがやっぱりまだあると思うんで、もうちょっと待たないと体のあれかなって気がするよね。はい。だけどまあちょっと今年は楽しみにしていこうかなと。まああとテラとか、まあ楽しみは、自分も持ってますけどね、結構ね。安定して、UST のね、ユーセージがかなりテラのエコシステムを超えて、例えばファントムに行っていたりとか、いろいろ使い道があるのでいいですよね。まあアバランチも、まあボリューム出てきてるし、まあやっとこうトップ10から犬が消えたっていう感じだね。はい。やっとここでドージが来ると。まあポリゴンもいるし、あとなんかな、全体的に言うと、まあニアプロトコルは昨日動画にしたんですけど、昨日かな、おととい。ファントムとニアプロトコルが熱いみたいな話をしてて、で開発者の新規のフルタイムで入る人数とか、ニアプロトコルとか、ファントムめちゃくちゃ多いんですよ。だからいいよね、と。で、アルゴランドも、まあ、なんか、ちょっとぐずってますけどね、もともとなんか、マイアエクシェンジって、新しいDEX出たんですけど、まあ、それがもう、見事に、こう、散々な結果になったというか、結構問題が発生して、自分もそこで結構、最初から使ってたんですけど、
まあ、うまいこと言ってないよねという感じもあるよね。なんだけど、まあ、アルゴランドって結構やっぱ資金力があるというか、なんかあの、マイヤーエクスチェンジのみだけに、1ビリオンかな、10億ドルみたいな、金額を突っ込んで、インセンティブを作ってたりするので、まあ、そこら辺のこう、動きは面白いかな。はい、みたいな。まあ、ファントも熱いよね、みたいな。まあ、トロンもよくわかんないけど、まあ、コスモスもね、なんか最近ニュース出てきますけどね。はい、インターオペラビリティが強化される的な。まあ、ヘデラーもなんかいろいろパートナーシップ組んでるし。まあまあ、そんな感じにして本題行こうか。ということで、あ、てか、紹介するの忘れてた。皆さん、初めての人、チャンネル登録してみてください。あの、ね、メンバーシップもやってるんで、あの、メンバーシップの方もぜひお願いします。あの、昨日は、イミュータブル X っていうガス代ゼロで、なんかその、NFT を買う方法っていうのがあるんですよ。買えるプラットフォーム。それをね、全部ね、紹介しました。もうね、ガス代込みで。あの、なので、ぜひ見ててくださいな。ラーメン一杯分で入れます。あと、グッズもやってるんで、ぜひぜひお願いします。OK。早速ニュース。まあ、ビットコイン、もうな、さらっと行くわ。もう、すでに長い。ビットコインが、ね、4万ドル切ったんだけど、それって何かっていうと、まあ、フェデラルリザーブのアメリカの、まあ、その政府の、まあ、ニュースもあったよね、みたいな話も、が出ているよね、ということですね。で、まあ、なんかその、やっぱアメリカのその金融政策って、結構影響力があるのかな、ってことも思っていて、で、ここで例えば書かれているのが、そのマニーサプライ、まあ、世の中に出回ってる、お金の数が少なくなると、それってビットコインにとっては良くないよねということが出てるんですよね。見てみると、M2 かな ?M2 っていう、まあそのお金のね、サプライ、供給が世の中に出回ってるのが、やっぱりこう増えてくれば来るほど、まあビットコインに流れるとかっていうことも多分あるんだろうね。で、なんかそのポイントとして価格が上がってるところって、やっぱマニーサプライが増えてるところらしいんですけど、まあそれが今減ってきてるっていうのもあって、まあ結構ちょっと、悲観的に見てる人もいるみたいですね。はい。っていう話だったりとか、あとはなんかその、で、レバレッジトレーダーみたいなところから、すごく、こうなんかこう、自信が感じられないみたいなね、感じらしいんですけど、どういうことかというと、なんか、過去1週間で、20億ドル分ぐらいかな、レバレッジの、まあ、ロングが、リクイデーション、まあ、されたということで、あるので、だいぶ、もう燃え切った人がたくさんいるんだろうな、これでね。はい。まあだからそういう、まあなんかロングトレーダーとかが、まあ燃やされたみたいな、うまくいかなかったっていうのもあるので、そういったところからも、こうなんか自信がついてこないんじゃないか、みたいなところもあるから、まあちょっとこういう記事とか読んでいくと、なんかあれだよね、こう、調子良くない感じがするよね。はい。一方で、まあ、もっとファンダメンタルの違う角度からいくと、まあ、BBC とか出てるのはやっぱカザフスタンの話が出てるんですよ。昨日見たけどカザフスタンでインターネットが止まって、で、カザフスタンのマイナーがマイニングできなくなった問題があって、で、カザフスタンって全体の 18% のマイニングのね、シェア持ってんだって。すごいよね。で、改めてこれシェアするけど、もともとは中国とかが多かったと。だけど、まあ、アメリカ、カザフスタン、ロシア、カナダなのって、意外にこの顔ぶれ知らない人いるんじゃないかなと思ったので、あえてちょっと紹介しましたと。っていう意味で、なんかその、そうですね。まあ、いろんな、まあ、こういった要因があるので、まあ、ビットコインはちょっと、まあ、なんか、どうなるかなって感じだね。だけども、一方でやっぱね、クリプト盛り上がってるところもやっぱあって、で、特に NFT ってやっぱ止まってないなっていう感じはあるのよね。で、例えば、オープンシーの、ボリュームがさ、何これ、もう6ビリオンとかいっちゃったんだってよ。なのですごい伸びてるよね、みたいな話だよね。もともとはなんかその全然2.1 ビリオンとか、まあそんぐらいだったんだけども、それがどんどん増えてきて、もう6ビリオンみたいなわけのわからない数字になってきてると。で、どこがこう引っ張ってるかっていうと、この何ファンタベアっていうのとか、ボーダーエップヨットクラブとか、まあ、なんかいろいろね、その辺ですよ、というところなので、NFT の熱は冷めてないよね、みたいなところは、やっぱりあるよね、と。で、あと、もっと言うと、そのなんか、何 ?AP、アソシエイテッドプレスって聞いたことあります?なんか、ノンプロフィットだよね。なんかそのいろいろこう、新聞とかにこう、なんか写真とかでよく出てきて、なんか、
あの AP とか書いてたりしますけど、あのその AP もこのポリゴンベースで NFT のなんかプラットフォーム出すみたいな、そのジャーナリストが撮った写真とかをなんか NFT するみたいな、そういう話もあるからすごいよね。なんかそういうなんかアダプションというか、その大衆化っていうのは増えてるよねと。っていう意味で言うと、昨日ちょっと今日の動画かなで別の動画で触れようと思ってるんですけど、やっぱ足痛い。これ座ってるかな今地面に。あのね、NFT のボリュームってどこが一番多いのっていうと、これねやっぱねイーサリアム強いんだって。イーサリアムとイーサリアムのレイヤー2含めるともうねこんぐらいあるんだってよ。だからすごいよね。そのうん、まあそういうことですわ。なのでやっぱこうそういうことを見ていくと、やっぱイーサリアムって強いのかなとか、あとやっぱりフローって強いんだなとか、まあアクシーインフィニティのねあのロニンとかもやっぱすごいけど、まあ、ソラーナも実は来てるんだなとかっていうのが分かるんで、やっぱこう見るとなんかイーサリアムの強さっていうのがなんか分かる気がするかな。はい。っていうのもあって、さっきの話に戻ると、イーサリアムの今後ボリュームどんどんやっぱ増えていくみたいな、価格が上がっていくっていうのはあるかなっていう気がする。で、なんかそういった華々しい NFT の話だけじゃなくって、アニモカブランズっていうね、ところの、リンポ NFT プラットフォームっていうところが、ハックされたわっていう話があって、悲しい話なんですけど、18.7 億円ぐらいが、持ってかれちゃいましたみたいな。結局、なんかホットウォレット突っ込まれ、ハックされたよみたいな話なんだけど、なのでやっぱり、そういった、こう、華々しいボリュームが増えてるとか、メジャーになってきてるっていう、はい、一方、こういったこともあるから、皆さんトレードするときは、ちゃんと気をつけてくださいね。で、ちょっと、まあ、その NFT とかっていう話を置いといて、もっと一歩高いところの視点から、国ってどうなのみたいな話で言うと、なんか JP モルガンのブロックチェーンが、バーレーンのセントラル中央銀行の、なんかね、まあセントラルバンクデジタルカレンシーのなんかトライアルがね、やるんだって。面白いね。なんかバーレーン、なぜバーレーンみたいな感じがするけど、なんかバーレーンがなぜ JP モルガンかっていう感じもするけどね。なんか両方突っ込めるけど、なんか JP モルガンのブロックチェーンをね、使うんだってよ。で、なんかそれで、まあトライアルだと思うけどね。で、これでなんかその国の通貨を発行するみたいな話とかもなんか進めるみたいな感じだね。でもさ、国からするとさ、なんでこんな他の国のさ、銀行なんかをさ、使おうとするんだろうね。なんかだったらこの人たちのなんかタレントとかをさ、なんか引っこ抜いて自分たちで内政しちゃった方がいいんじゃないかとか思うけど、まあそんな話はいいけどね。まあ、でも結局これでさ、入るとアメリカがそのバーレーンの経済を握るとかさ、そういうことになるのかな、わかんないけど。まあなんか気になるね。っていう意味のその CBDC っていうと、やっぱ世界をこう牽引してるのはやっぱり中国かなっていう気もしていて、で、その中国がもう CBDC 専用のウォレットっていうのを出したんだって。で、それがモバイルのアプリでダウンロードされるらしいんだけど、トップなんだって、ダウンロード。なんかさ、他の何アプリとか全部ひっくるめてもこれが一番らしいよ。で、2022年のウィンターオリンピックっていうのがあるんだよね。そうそう、今年か北京で。だからそうね、あ、てかもう今年の来月なのか、はいはい、まあ、そこに合わせてこうね、もう気合い入れてやっていくぞみたいなね、そういう中国の姿勢が見えるよねと。すごいよね。だから前ロンドンのイベントで、その、まあ、イギリスのその中央銀行で、なんか CBDC をなんかね、リーディングしてる人のパネルディスカッションがあって行ったことあるんですけど、でもな、彼が言ってたのは、なんかね、全然その中国とのなんかインターオペラビリティみたいな、相互互換性みたいなのは、全く考えられてませんみたいな感じだったみたいですね。だから、っていう意味で言うと、やっぱ中国のこの進み度合いってすげえんだなっていう感じがする。ちなみにバハマとかはもうやってるけどね。はい。まあ、国が小さいからさ、やりやすいけどね。っていう意味でやっぱこう国もいろんな意味で、興味を持ち始めてるよねっていう意味で言うと、スペインがなんかやたらとね、興味を持ち始めてるっていうのがあって、で、さっきちょっと話したカザフスタンでビットコインのマイニングが止まったっていうものがあったじゃないですか。さっきのね。で、BBC の話か。で、まあいいや。それを見た、スペインの、まあ、要はその政治家が、これチャンスなんじゃねっていうことを言っていて、
でこれさ、そんなやっぱり政治的に性格的にそのあんまり安定してない国にビットコインとか ある長期的に良くないよねと。だからスペイン我々みたいにもうなんかあの人生楽しくなんか生きてる、美味しいもの食べて昼寝して生きていこうぜみたいな、なんかこういったゆったりしたゆったりしたのか分かんないけどあの、まあ、適当な話を言ってましたけど今、まあこういうねちゃんとした国、我々みたいなちゃんとした国があのビットコインをマイニングすればいいんじゃねえかみたいな話を言っていて、それプロポーザルを出したなんて。でやっぱカザフスタンなんかに任せてくれるよりもそれでだって事業化できるじゃんと。それでさ新しい企業を誘致してマイナーとかを誘致して、でなんつうの税制をねあのちゃんと用意すれば、まああの税収にもなるだろうしいいじゃんみたいな、そんな話をしてみたいですね。だからもう大企業からもう国からいろんなところが動いてるとということを考えると、まあ、戻るとやっぱり、ね、ビットコインまあいろいろあるんだけど、特にメジャーなすごいやばい話っていうのはそんなないかなという気がするよね今。なのであの、まあ、徐々にどっかで戻ってくるんじゃないかななんていうことをね思ってますけどね。はい、ということで、はい、まあ話が長い、そんなゆうすけでしたけど、どうでしたかね。少しでも聞いていただけたら楽しいな、面白いなと思っていただけたら嬉しいなと思います。もう今足あの一切何も感じてませんね、あのもうこんなこんなですよ。とにかくまあ今日はこんな感じで終わろうと思うんで、ぜひいいね押してまた遊びに来てください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。